クラッシャー・リソワスキーのリングネームで活躍したレジナルド・リソワスキーはアメリカ合衆国のプロレスラー。ウィスコンシン州サウス、ミルウォーキー出身のポーランド系アメリカ人。ナグルケルの喧嘩戦法を主体とした素暴なラフファイターとしてヒールのポジションで狂乱ファイトを繰り広げた後、キャリア途中よりベビーフェイスに転じ、主戦場のアワーを中心に人気を博した。 ディック・ザ・ブルーザーとの元祖、極道コンビでの活躍も知られ、日本では、粉砕者、ぶっ壊し屋などの異名を持つ。ハイスクール時代は、アメリカンフットボールのフルバックで鳴らし、第二次世界大戦でドイツに駐留中は、陸軍でレスリングを学んだ。終戦後、レンガ積み工や、ハイウェイパトロールなどの職を経て、1949年にプロレス入り。 レジー・リソワスキーの名義で、地元のミルウォーキーやシカゴなどの中西部を、主戦場に、1953年11月3日には、コロラド州デンバーにて、ミゲル・ロペスを破り、タイトル初体感となる、ロッキー・マウンテン・ヘビー級王座を獲得、翌1954年2月16日に、パッドをコーナーに破れるまで保持した。その後、アート・ネルソンとの金髪コンビでの活動を経て、 1955年11月19日には、ミルウォーキーにて、ルーテイズの NWA 世界ヘビー級王座に初挑戦している。1956年からは、後に、アートネルソンの相棒にもなるスタン・ホレックがスタン、リソワスキーと改名して、新パートナーとなり、ギミック上の兄弟チームであるリソワスキー・ブラザーズを結成。以降、1950年代後半は、 リソワスキー兄弟として中西部から新南部、北東部、カナダまで NWA の主要テリトリーを転戦。各地区認定の NWA 世界タッグ王座を再三獲得し、カナダのトロントでは、ホイッパー・アビリー・ワトソンユーコン・エリックなどのチームと、カナディアン・オープンタッグ王座を争った。1960年代に入ると、スタン・リソワスキーとのコンビを解消し、クラッシャー・リソワスキー、 または、ザクラッシャーと名乗って、シングルプレイヤーに転向。WWWF の全身団体キャピトル、レスリングコーポレーションでは1960年から1961年に、かけて、ブルーノ・サン・マルチの、アントニオ・ロッカ、アーノルド・スコーラン、ベア・キャット・ライト、ヘイスタック・カル・ホーン、レッド・バスチェン、マーク・ルーイン、プリモ・カルネラ、ジョニー・バレンタインらと対戦し、 ニューヨークのマディソンスクエアガーデンにも出場した。1963年2月15日、ネブラスカ州オマハでバーン、ガニアを破り、オマハ版の世界ヘビー級王座を獲得。同年7月9日にもミネソタ州ミネアポリスにて、ガニアから、アワー世界ヘビー級王座を奪取するが、同月20日に、ガニアに破れて2冠を失う。その後、ガニアは、オマハ版の王座を、 アワ王座に統合、クラッシャーもアワを主戦場とし、同年11月29日に、ガニア、1965年8月21日に、マッドドック・バションを破り、アワ世界ヘビー級王座には、通算3回体感している。また、いとこともされていた同タイプのディック・ザ・ブルーザーと、タッグチームを結成し、1963年8月20日に、アワ世界タッグ王座を獲得。 1960年代中盤からは、ブルーザーと共にベビーフェイスのポジションに回り、ラリー・ヘニングハーリー・レースと構想を繰り広げた。ブルーザーが主催していたインディアナ州インディアナポリスのワウィでは、1967年1月21日に、クリス・マルコフアンジェロ・ポッフォーのデビルズ・デュオからワウィ世界タク王座をダッシュ。 1968年12月28日には、シカゴにて、当時はとはウィの、両世界特王者チームだった、三原川ドクター元を破り、2巻を手中に、している。その後も、ブルーザーとのコンビでは、1960年代末から1970年代前半に、かけて、マッドドッグ&、ブッチャーバッションのバッションブラザーズ、ダスティローデス&、 ディック・マードックのテキサス・アウトローズ、ブラック・ジャック・マリガン&、ブラック・ジャック・ランザーのザ・ブラック・ジャックスなどの競合チームと構想を展開。1975年8月16日には、ニック・ボック・ウィンクルレイ・スティーブンスを破り、ブルーザーと組んでの通算5回目のアワー、世界タック王座大会を果たす。同年9月20日には、インディアナポリスにて、ジャック・グレイ ザリノフルブーフのザリージョネアーズから、ワウィ世界タック王座もダッシュ。再び二冠王となり、ワウィ王座は、翌1976年3月13日に、オックスベーカーチャックをコーナー、アワ王座は、同年7月23日にランザボビー・ランカンに敗れるまで保持した。王座陥落後は、ブルーザーとのコンビを一時解消して、アワに定着し、 1977年2月13日には、アンドレザ・ジャイアントと組んで、新王者チームのランザダンカンに挑戦。以降も、バション、バロン・フォン・らシク、スーパー・デストロイヤー、アンジェロ・モスカ、ロード・アルフレッド・ヘイズ、スーパー・デストロイヤー・マーク・ツーラと交想し、ボック・ウィンクルの保持する、アワー・世界ヘビー級王座にも、再三挑戦した。1979年は、 ジム・バーネット主催のジョージアチャンピオンシップレスリングにも参戦、9月21日にアトランタのオムニコロシアムにてトミー・リッチと組み、イワン・コロフオレイ・アンダーソンから NWA、ジョージアタック王座を奪取している。1980年代初頭はフェースターンした旧敵のバションやらしくとベテランコンビを組み、当時の合わせ開拓グ王者チームだったジェシー・ベンチュラ アドリアン・アドニスのイースト・ウェストコネクションに再三挑戦。同じくクラッシャーを名乗るジェリー・ブラックウェルとも構想を展開した。1982年より一時リングを離れるも、1984年に復帰して5月6日にグリーンベイにてラシクと組んでブラックウェルケンパテラを破り、8年ぶりにアワセカイタク王座に帰り咲く。八月十五日に ラスベガスでロードウォリアーズにダッシュされるが58歳での最後のタイトル大感を果たした。その後もアワのビッグイベントに単発的に出場してブルーザーとのコンビでロードウォリアーズやファビュラスフリーバーズなど当時を代表する新世代のタッグチームとも対戦。百八十五年九月十八日にシカゴのコミスキーパークで開催されたアワスパークラッシュにおける ブルーザーラしくと組んでのザラシアンズとの6人、タッグマッチを最後にヤワを離れた。1986年10月5日、アワの主要都市セントポールで行われた WWF のハウスショーに、覆面レスラーのクラッシャーマシーンに噴して、サプライズ登場。スーパーマシーンビッグマシーンの WWF 版マシーン軍団の一員として、 淡時代からの因縁を持つマネージャーのボビー・ヒーナン、率いるファミリーとの6人タッグマッチに出場した。試合後は、覆面を脱いで素顔に戻り、同月23日には、ハルク・ホーガンと組んで、ヒーナンファミリーのビッグ、ジョン・スタッドキング・コング・バンディと対戦。以降も主戦場としていた、中西部地区における、WWF の興業に、スポット参戦し、 1987年1月23日には、負傷したダイナマイトキットに代わって、デイビーボーイ・スミスのパートナーとなり、ブリッドハートジム・ナイドハートのハートファウンデーションが保持していた、WWF 世界タッグ王ーに挑戦。同年3月16日には再び、ホーガンと組んで、カマラホンキートンクマンの移植コンビと対戦。11月16日には、 テーズや、エドワード・カーペンティア、ボボ・ブラジル、ジンキニスキー、キラー・コワルスキーなどのオールドタイマーによるバトルロイヤルに出場した。1988年2月15日、ネブラスカ州オマハにおけるパテラと組んでのデモリッションとのタッグマッチが記録としての現役最後の試合となり、以降は1989年まで WWF に時折登場していた。 その後は1998年5月31日、ミルウォーキーで開催された PPV オーバージェッジニバションと共に登場。レジェンドとして迎えられ、当時ヒールのポジションにいたジェリーローラーとも絡んだ。2005年10月22日、故郷のサウスミルウォーキーにて脳腫瘍のため死去。79歳没。晩年は股関節及び膝関節の置換手術や、 心臓のバイパス手術など複数の手術を受けていた。1967年12月シリーズ後半戦への特別参加で日本プロレスに初来日。12月6日に東京都体育館にてジャイアントババのインターナショナルヘビー級王座に挑戦したが反則最低となり、翌1968年1月3日に倉前国技館にて再戦が行われた。 同日は TBS 体制下の国際プロレスが、ルーテイズタイグレート草津ツのとは、世界ヘビー級王座戦をメインイベントに、近隣の日大公道で工業を開催しており、隅田川の対決などと呼ばれる工業戦争としても注目を集めた。この来日時は、最終戦の2月3日に、大田区体育館にて、ビル・ミラーと組み、ババアンド・アントニオ・猪木の勝備法が保持していた。 インターナショナルタッグ王座にも挑戦した。1969年は、リック・ザ・ブルーザーとのコンビでの来日が実現、8月11日に、札幌中島スポーツセンターにて、勝利法を破り、インターナショナルタッグ王座を奪取している。なおこの来日時には、当時ブルーザーと保持していた合わ世界タッグ王座の防衛戦は行われていない。百七十二年十一月には、 アワとの定型ルートで、ブルーザーと共に、国際プロレスに来日し、11月24日に、岡山武道館にて、ストロング小林グレート草津の意は、世界タック王座に挑戦。11月27日には、愛知県体育館にて、小林草津を相手に、日本初となる、金網タックデスマッチを行ったが、試合方式を、金網から先に脱出した方が、 勝ちというアメリカ式のエスケープルールと5人、ダウンした小林特撮を残して場外に脱出し、そのまま控室に戻り向こう試合になったため、怒った観客が暴動を起こして、機動隊が出動するという騒ぎとなった。シングルでは、翌28日に、静岡にて、小林の岩世界ヘビー級王座に、金網デスマッチで挑戦している。この来日時、 ブルーザーとクラッシャーは、ワウイ世界タック王者チームの触れ込みで参戦しており、27日の金網タックデスマッチは、小林特撮の挑戦を受けた、ワウイ世界タック王座の防衛戦として行われ、11月30日には、茨城県スポーツセンターにて、決着戦として岩とワウイの、両タック王座のダブルタイトルマッチが組まれたが、 この時点での実際のワウィ世界体グ王者チームはザ・ブラック・ジャックスであり、ブルーザーとクラッシャーはタイトルを保持していなかった最後の来日はアワとワウィの両世界体グ王者体幹中の1976年1月、ブルーザーとのコンビで全日本プロレスに参戦。1月26日に愛知県体育館、29日に東京都体育館にてババアンド、 ジャンボツルナのインターナショナルタッグ王座に連続挑戦している。日本マットには日本プロレスに3回、全日本プロレスと国際プロレスに各1回、通算5回登場。日本プロレスへの3度目の参戦からはいずれもブルーザーと組んでの来日だった。ありがとうございます。